今日は絶好のピクニック日和だね。天気もいいし、空気は美味しいし、湖の眺めも綺麗だし、最高だね。さあ、目いっぱい楽しもうね。ほら、今日はお弁当を作ってきたんだよ。サンドイッチだよ。しかもね、キリト君が好きな味付けにしてみたの。マスタードをたっぷり塗って辛くしたんだよ。どう？美味しいかな？嬉しいな。じゃあ私も食べてみるね。子供の頃からピクニックって好きだったんだ。ピクニック楽しかったね。もうすぐ日も暮れちゃうけど、まだ帰りたくないな。ごめんね、わがまま言っちゃダメだよね。じゃあ、また明日ね。今日は絶好のピクニック日和だね。天気もいいし、空気は美味しいし、湖の眺めも綺麗だし、最高だね。さあ、目いっぱい楽しもうね。この辺りって、うち以外にもログハウスが多いよね。自然が多いから人気スポットなのかもしれないね。あれ？何か落ちてる。あ、大変！鳥の卵みたいだよ。もしかして巣から落ちちゃったとか。あ、あそこのお家の軒下に巣があるね。あそこから落ちちゃったんだ。割れてなくてよかった。キリト君、あそこに戻してあげよう。肩車してもらっていいかな。私が戻すから。後ろ向いたらダメなんだからね。
いい感じだよ。高さはちょうど良さそう。今お母さん鳥はいないみたい。今のうちに卵を戻しちゃうね。他にも卵があるね。兄弟たちだね。また一緒にしてあげないとね。そーっとそーっと慎重に。無事に戻せたよ。じゃあ下ろしてくれるかな。あ、見てキリト君、親鳥みたいな鳥がこっちに飛んでくるよ。よかったね、間に合って。あの卵たち無事に帰るといいね。小鳥が生まれたらまた見に来たいね。親鳥さんが来る前に戻せてよかったよ。動物たちもああやって子育てするんだよね。あの卵たち、あとどれぐらいで帰るんだろうね。ああいうの見るとなんか気持ちが温かくなるね。ちょっと母さんに会いたくなっちゃったな。あの卵、気づいてよかったよね。また来てみようよ。ちゃんと育つといいな。また来てみようよ。ちゃんと育つといいな。今日のピクニック楽しかったね。もうすぐ日も暮れちゃうけど、まだ帰りたくないな。ごめんね、わがまま言っちゃダメだよね。じゃあ、うん、また明日ね。今日は絶好のピクニック日和だね。天気もいいし、空気は美味しいし、湖の眺めも綺麗だし、最高だね。さあ、目いっぱい楽しもうね。え？前に別の湖にって、そこ私行ってないよ。キリトくん、どういうこと？そこには誰と行ったのかな。白状しなさい。しらばっくれてもダメよ、早く言いなさい。そうそう、おとなしく言うなら怒らないからね。頼まれて断れなくなって一緒にクエストに。へえ、そう、楽しかった。仕方なく行ったってことなんだね。うん、
わかった。どうしたの？あ、魚だ。記念写真をいっぱい撮りましょう。写真が撮れそうだね。景色も入れて撮ってね。今度言わなかったら許さないからね。頼られるのは仕方ないけど、黙ってたことが嫌なの。ねえキリト君、約束よ。絶対だからね。現実でもこんないい場所はなかなかないよね。そういえばピクニック自体久しぶりかも。すがすがしい空気、なんだか心が洗われるな。今日のピクニック楽しかったね。もうすぐ日も暮れちゃうけど、まだ帰りたくないな。ごめんね、わがまま言っちゃダメだよね。じゃあ、また明日ね。